ただいま、ヤングスも帰ってきたよ。どういう感じなのこれ。さん、ごめん、俺ちっとも楽しくないよ。だからどういうことなの。リーレイちゃんいなくなっちゃった。なんて人たち。今日は消えないんだね。聞いてた話と違うじゃないか。あの時はこの子も絶対絶命のピンチでした。ですから能力を使って私には何もできませんが、能力だけは使わせない、そう決めたのです。ですから私が頑張るのです。今もピンチだろ、お花畑なお嬢様だな。よしな、根性見せてる子をバカにするんじゃないよ。それにあんたはかわいそうなポケモンを助けようとしただけ。ポケモン泥棒と言っていいのかわからないところもあるからね。あなたたちについていきます。ですから他の皆さんには手を出さないでください。アセロラがいなくなった後、ブルメリってのを戻ってきて、俺トレーナーなのにポケモンを連れてるのに、トレーナーじゃないリーレイに守ってもらったんだ。コスモックと一緒にいたのがまさかリーレイだったとは。うわあ、リーレイ知ってるの。俺は守れなかったのか。何のために家を出た。お前、俺の不甲斐なさ全力で吹っ飛ばせ。ここでバトルするの。グラジオ。バッカ野郎、お前は何をしてるんだ。リリーを守るのがお前の役目だろ。ここでお前を鍛え直してやる。いけ、恩返し。ピヨピヨパンチ。タイプ塗る。来たな。戻れロップちゃん。いけベルガちゃん。ハイパーボイス、ナイス。ムーンフォースだ。なんだと、ゾロワークだったのか。くそ、騙された。だがしかし、本物だろうと容赦はしない。歌方のアリア。行くな。いっけーベルガちゃん、お前にしかできない最強の器用技、グラジオに見せてやれ。これが俺たちの全力だ。どうした、どうした、グラジオ、お前の実力はそんなもんじゃなかったはずだ。もっともっと熱くなれよ。憎いやつだ。何この茶番。
意味のない勝負に付き合わせて悪かったな。だが前にも言ったはずだ、コスモックはアローラに厄災を招きかねない。取り戻さねばならない。この島の乗船所に来い。ついてくるか。うん、行く行く。ああ、行くぞ。ハウも待つよな。待つよ、来るから。そうだな、あいつは面白いよな。島キングという偉大なソフトを気合って、いや吠えようとしている。俺にはできないことだ。口なしさん、スカルダもフォータウンで好き勝手してるだけならどうでもいいんだけどな。アンちゃん、おじさん島キングなのよ。だから相手しなよ。島巡りチャンピオンになるための経験ってのやるからよ。え、わかりました。ま、軽くね。ここで？ここでやるの？島キングの口なしさんが勝負を仕掛けてきた。唐突だね。いけるかな。効果なし。じゃあ見破る。パワージェム、よし、耐えた。OK、くらえ飛び蹴り。いやー、まさかこんなところで口なしさんと戦うとは思わなかった。ピヨピヨ、あ、回復しよった。ピヨピヨパンチ、いけー、飛び蹴り、ナイス。まずは1体目。さあ、どんどん行くよ。ワルビル、このままで行こうか。威嚇、下げてきましたな。地震か、耐えれるかな。おお、ナイス、耐えた。オッケー、大丈夫だ、いける。おーしー。でも相手の方が早いんだよね。どうしようかな、入れ替えるか。ポケモンを入れ替える。で、地震が来るって分かっているなら地震に耐えれる方がいいよね。まあ今一つだけど、きっと耐えれる。あー、なかなか食らうな。筋切り、相手の方が早い。くそ、ゾロアークだと厳しかったか。どうしようかな。素早い、ガルーガルーならいけるかな。今一つだもんな全部。やっぱりベルーガちゃんに行く。いけー、アクアジェット。よし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 。そう、ベルーガちゃんちょっと出番多すぎるから別の子にしたかったんだけど、なかなかそうはさせてくれないね。ペルシアンか。じゃあ入れ替えようか。ピカリンでいけるか。いけ、ピカリン。あとは君に任せる。甘える。
あ、ひるんだ。うおー、あまり甘える意味なかったな。くっそ、猫魂来た時はいけんじゃねって思ったけど。なっ、ブラックホールエクリプス。ピカリーなんということでしょう。 Z を使ってきたか。いけよジョー、トロピカルキック。マジか、めっちゃ昼間させられる。やばい、強い強い。強え、普通に強え。いけるか、ガルーデ。岩石封じ。まあ、一発、岩石封じ。よし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 。ガルー頼む、倒してくれ。岩石封じ。よーし、倒したー。ナイス、よかったー。そう、ここまでちょっとベルーガちゃんに頼り切るとちょっとやばいからさ。ロッククライムか、覚えさせてみようか。どんな技？ノーマル技。おー強そう。85か、命中。でもノーマルタイプ持ってないけどな、どうしようかな。95、60でしょ、140でしょ。あー、いるかな。まあ岩石封じとりあえずいっか。すごい似合ってきた。まいったな。あいつらの屋敷に乗り込む度胸と強さの持ち主と分かっていたが、これほどとはね。ポケモンもお疲れさん。ほら、元気にしてやっからよ。持っていきな。これがまさかのアクゼット。イエーイ、大試練達成。アクタイプの Z パワーはこうしてこうすればいいからよ。やっぱりポカーンってするんだ。おめでとうよってやつだな。浦々島での島巡り達成だよ。なんかあるんだろ。まあほどほどにしときなよ。それとグラジオのあんちゃん、強くなりたいのならスカルダンを頼ってどうするよ。さーん、楽しいとか言ってられないんだぜ。俺が強ければニャヒートの勝つという思いをトレーナーとして形にできれば、リーリエは。だから俺は覚悟決めたの。リーリエはどこに連れて行かれたの？ポータウンは違うでしょ？その頃サンがいたんだし。甘い割には案外鋭いじゃないか。
エーテルパラダイスだ。え？エーテルパラダイス？